充電切れております。ぐったりです。大丈夫ですか？ダメです。大丈夫ですか？ダメです。なんか出来物できてるよ。そう、確かこんなとこに、ね、珍しいよね。やめて。本当にこんなとこにまさかできると思わなかったね。まああれですよね、年末ですから今はね。そう、これはでも放送は年明け2発目。どっち明け何大丈夫、喋れてる。年明け2発目。水瀬美香とカオリッキーが旅打ち実践。勝てばごちそう、負ければお預け。果たして2人の運命は。水瀬ミッキーのロックオン。水瀬美香とカオリッキーが照準を定めたのはここ。さあ、こんにちは。水瀬美香です。香里希です。はい、今回も始まりました。ロックオン。というわけで、ことで今回は、群馬県の館林市にやってきて、はい、おります。はい。こんな感じです。見渡す限りの畑でございます。畑です。これ何ですかね。何の畑だろう。お米です。お米か。ね、買ったばっか。買ったばっか。ちょっと残念な感じはあるんですけど。今日のイベントは、パチンコは海、海シリーズ、沖海と、新海を対象にしているらしいです。他ないです。海です。海ですか？毎週火曜日海の日みたいな感じで。あー、今日火曜日だもん。そう、スロットは、スロットはとりあえず寝台の緑丼を一番振ってるみたいで、ほうほうほう。あとはあのなんとかボックスっていう、なんとか A ボックスっていうなんかイベントやってて、あそこのボックスが対象機種、オレソラ、エヴァ、マクロス、エウレカ、あと何かあったっけ、4機種だっけ、あと5、1機種あった、何かあった、あ、装填、装填の5機種が、あのボックスがイベント対象機種になっております。はい、何行きましょう。まあ、あの A ボックス、 A ボックス狙いで一番台数少ないエウレカちゃんが4台なの。はい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 。なんで、まあ、そのあたり、まあ、下も甘いし負けにくいってところで、まあ、エウレカちゃん打とうかな。エウレカちゃん、うん、思ってます。私前回海打っちゃったからな。海は行きたくないんだよね。とりあえず朝1パチンコで、潜伏台探してみて、釘見て、でメール会員的にはあのスロットの方がやっぱ力を押してる、イベント的にも、ね、うん、なので、まあ、様子見つつのスロットもありかな的な感じで考えております。隊長、いつから隊長になったんですか？そんな感じでいいですか？自分、いや全然いいっす。自分ちょっと前回ね大勝ちしたので、今回も、あー、そっか、ハマリキいなくなった、うん、そうそうそう、2011年はいないでしょ。そう、いないよ。だから今日は絶対ハマリッキーがないってことでしょ。いないいないいない、ない。ましてやスロット打った日にはもう頑張りましょう。確かに想定で出したしね、うん、スロットは大丈夫。ほんと古臭いな。大丈夫大丈夫 V、 こっちの V。 なんで V なの？うん、グダグダになるから行こう。じゃあ行きますよ。はい、ロックオン。今回実践するホールは群馬県館林市にある JP7 館林店。設置台数はパチンコ440台、パチスロ200台、全機種無制限で移動共有が OK です。注目のイベントは年に4回だけ開催される祭り。一切の妥協を捨てた究極の出玉にご期待ください。その他にも不定期開催のウルトラ JP7 やキングオブ JP7 など多彩なイベントを行っています。さあ入店しました。はい、ね、テンションおかしいんですよ。もうすごい不安なんだけど大丈夫？行くよ、行くよ。1、2、3。まずは水瀬、最初にたどり着いたのは沖スロの島。
しかしここは足早にスルー。続いてイベント大賞の緑丼へ。まあ20台ありますからね。緑丼だけが埋まってはいないけど、やたらお客さんがいて、今日エウレカが大賞機種でしょ。4台しかないからありえる。エウレカにしようかな。水瀬が気になったのは A ボックス。期間内指定のボックスにてっぺんが40台以上投入されるというイベント。とりあえずこれが昨日でしょ。で今ここに打ってる人がいるからもう2択でしょ。エウレカ行きましょうかね。まあ4台しかないし、昨日の入った台を抜かすと3分の1で以上で多分入ると思うんで、全機種に入ってるから 2択ですね。今1人打ってるんでエウレカ打ちます。ということで水瀬はエウレカを勝負台に決定。どっちにしよう、どっちにしようかな。昨日入った台が一昨日一番多分回数ついてない台なんですよ。だから今日にすれば昨日一番回数ついてない台がこれなんで、こっち打ちます。水瀬の1台目はエウレカの1022番台。はい、それじゃあ今日も頑張って貸したいと思います。久々のエウレカ実戦でございます。果たして水瀬の予想は的中するのだろうか。続いてカオリッキー。とりあえず朝一のお客さんの数が少ないので朝一から見て、まずはパチンコの潜伏確変チェックを行うカオリッキー。ホールを一通り見て回るが潜伏台はなし。ちょっとスロット見てきます。ターゲットをパチスロに定めたカオリッキー。水瀬同様気になるのは A ボックス。力入れてる。で朝一の常連さんっぽい人の動き見てるとやっぱ上げ狙いなんですよ。だから素直に上げ狙いでいこうかな。カオリッキーはエヴァに的を絞ることに。っていうか前日の合算値がどれもいいんですよね。印ついてない台でも9500回してる。すごいな、これ良くない。24の10で9500回ってる。いやこれいいでしょ。しかも印ついてるから不発台、設定入ってるけど不発台、880。これにしようかな。カオリッキーは一度入った880番台が据え置きと予想。24の10、合算34で9500という台なのでこの台にしました。で常連さんの動き的には上げ狙いっぽいんですが、据えを信じて前日出なかった高設定台ということで打ってみたいと思います。果たして880番台は据え置き状態なのか。こちらは水瀬、エウレカへ5000円を投資。おー強者だ。よし、あーこれで来ないで。あ、よし、当たってるかもしれない。17は消えました。あー、カナナも消えました。ボーナスはないです。高額であれば1でも 40%。 僕だったら 60% オーバーです。やっていきたいの。ニルバーシュへ移行した水瀬、ART 当選なるか。弱チャンス目です。おエンジン、これ得点アクじゃなかったボーナス期待度かなり高いです。おっそう
でも境地熱っ熱っほーれ熱っあー白泣けたあかなり消えた。これ高額だろうね君。ネルバーシュ言ってたんでさっきの強制で強格に高額に、おーし来た。高額に上がってたはずなんでこれ当たんなかったら寒いです。とりあえず6で、LT 来たら 62%、 1で 40% なんで少し、高設定の可能性が上がります。164ゲーム水瀬強チェリーから ART のコーラリアンモードへ当選。熱っ ART 中の、カットインエースはトータルでボーナス期待度 75% ぐらいあったかな。強チャンス目です。おー来たかこれシングル回そういいタイミングでシングルが出るんでしょうね。これまさかの外れパターン。うっそうそーひどいわ。水瀬の ART はわずか21枚で終了。連チャンに期待する。やっと入った ART が21枚か。残念ながら ART は単発、コインはあっさりなくなり追加投資へ。カオリッキーはエヴァへ3000円を投資と。びっくりした。この2号機は違う。単独とりあえず投資3000円いいんじゃないですか。ちょっと待って、ボーナス後180ゲームほどさせたところで子役確率を計算してみることに。300回転ほどで数値が安定するとはもちろん思ってないんですけれども、ちょっと今のところチェリーもベルもスイカも悪い、上がってこないかなと。しばらく様子を見てみますが、数値悪いのでもう粘る価値がない。ベル 8.6 でスイカ6のチェリー4だから6、7、12、70とか。スイカで70粘る理由がない。どうなんだろう、エヴァじゃないのかな。ちょっと一周してみます。他の島を見に行くカオリッキー、気になったのは俺の空。早速 A ボックスイベントのパネルでチェックするが、いろいろ考えてはいるんですが何もわからない。ない、昨日エヴァ入れすぎなんだよな、今日は違うのかな。迷うカオリッキーであった。赤がいい、あ白だ。水瀬は追加1万4000円で待望のビッグに当選。お2万、マジでやばいよね。2万で200枚お願いしますよ。やばい、どういくら使ったの。いくら、まだ3000円、だって引いたもん。すいません、すいません、今日引き弱いです。浜根駅こっちにやってきたの。やばい、やめてそういうの。大丈夫大丈夫。てかさ、俺空行こうかなと思って。なんかエヴァの状況がさ、でとりあえずもう今の私の台はないから。台数多いね。昨日入れすぎてるからさ、今日違うんじゃないかみたいな。これ
るし頑張って頑張るよ頑張るよ。総投資2万円で獲得したビッグは7揃いなし。獲得コインはわずか200枚。広角いててくださいよ。いらっしゃい。カオリッキーはエヴァをやめ俺の空をチェック中。しよっかな。はい、2代目俺空行きます。解析が今の段階で出てないので非常に怖いんですけれども、状況的に今の感じだとこの台が一番いいのではないかと思って移動しました。これまでの投資は3000円。少ない投資でボーナスを引くことができるのか。できました。はい、お待たせいたしました。ボーナスはさーてとなさそうです。一応チャンリップでも 20% から 23% ぐらいボーナスの同時成立があるみたいです。おお、びっくりした。さすが俺が見込んだ運気保証書。チャンスリップで2回目。2回目のチャンスリプレイから連続演出へ。ボーナス当選なるか。負けたわ。またボーナスはなし。うわ、びっくりした。もうなんか心臓に悪い。しかもまたチャンリプ引きました。3回目。これ今のは熱いんじゃない。第一停止だったもん。ほら、だった。瞳状ボーナス、レギュラーです。カオリッキー、投資5000円でレギュラーをゲット。レギュラーからの ART 当選はなし。獲得枚数はわずか40枚。最近のないメダル少ないですよね。ボーナス私 10A タイプ好きな人間なので悲しくなってくる。てかね、ニカさんが怖い。ずっと玉がねここから払い出されいくらいってんだ。あれ気づいたら3万いっちゃうパターンだな。お待たせいたしました。とハマリッキーに心配される水瀬。先ほどのビッグの出玉が飲まれたところ。頑張ってます。でも出ません。次3枚目の行き地が入ります。3枚目いきます。追加投資してボーナスを狙うが、ボーナス引けず、総投資は早くも2万6000円に。旦那、勝ち取れ。あっ、そー、2択。どっちにしようかな。いきますよ、いつもの。あっつ。ダメだね、今日。冴えてないもん。着々と軍資金を失っていく水瀬ですが、3万円目を投資したところでようやく。おお、熱い。熱いよ。ああ、ラスト1000円で当たりました。どうチャンス目から。ああ、ちょうど3万使いました。
どうしようもない。ボーナス中の7揃いで ART へ突入させたかった水瀬ですが、7揃いはなし。しかしボーナス後13ゲームでレギュラーボーナスを獲得。これ高額でしょうね。今さっきシングル引いたからもしかしたら怒ってるかもしれないけど、次当てた。ART 当選を願いながら打ち込んでいく水瀬。すると来た、あった、1で 21% か、6で 45% だね。バケですね。得点額引いてないんで、バケ中の押し順2回やったので入りました。まさかのじゃないの。何気に高設定な挙動を見せるこの台、水瀬は投資の3万円を取り戻すことができるのか。俺の空を打つカオリッキーはというと、これでどうか。カード1、連続バット、オレタイム入るじゃないですかこれ。オレタイムを予測した香里さんでしたが、当選したのはビッグボーナスっす。揃っちゃった。演出ごめんなさい、飛ばしちゃいました。98ゲーム追加2000円。角地だったのかな、思ってたんですけど。このビッグからは ART 当選ならず、260枚のコインを獲得。しかしあっさり飲まれ追加投資へ。エヴァの出てた台が出てた方、さーてと流されたっぽい。なんでやめたんだろう、ちょっと見たい。ということでエヴァを見に行くことに。5の1 1148、数値は悪くないんだけど、あの俺空打つんだったらこっち打った方がねえ、まだ根拠はあるし、あの俺空ザラザラってもしょうがないもんな。移動します。カオリッキーはエヴァ885番台へ大移動。あってもいいと思うんだけどな。と少し不安な気持ちで打ち始めると、投資2000円で。おー、来たー、なっちゃえ、ならない。はい、エヴァカローズキー出撃か。おー、来たよ来たよ、強水化。第一種戦闘配置お願いします。初号機、おー、来た。新宿集合の時間はとっくに過ぎてんだよ。ありがとうございます。青、おー、これ高設定じゃない、やっぱムービーリリースだったし、成功じゃない。このビッグを消化したところでカオリッキーの前半戦は終了。まだまだいけるわね。もし1万3000ながら、とりあえず自分が使った分は後半取り戻します。前半戦終了、お疲れ様でした。 ART 中の皆さん、この ART 中2回のレギュラーに当選し、獲得枚数はおよそ500枚。さらなる上乗せなるか。わかんないか。よっしゃ、ボーナス確定です。赤バケじゃなく赤バ
わけばっかりだわ。レギュラー後5セット目の ART を消化したところで水瀬の前半戦は終了となった。ビッグの引き弱いですけど、まだ全然可能性はあると思うので、後半もとりあえずはこの台を押したいと思います。はい、お疲れ様でした。ロックオン。前半終わったね。終わったね。やばいですよ私。先生、姉さん、いくら？3万ハマリッキーでございます。3万ハマリッキー。3万ハマリッキー。でも ART 引いたじゃん。今500枚回収したところ。終わっちゃった。それが続いてるかどうかが分からない状態だけど、まあそんなないとは思う。2万円負けてます。私ね、何気にねちょこちょこ引いてるから、そんなお金使ってない。1万3000円で投資で今400枚出た、ね、400枚出た。だから私全然あれだよ、余裕だよ。余裕ではないけどね、うん、まあ回収は全然可能、うん、っていうかプラスに全然持っていけるよね。行くて、あの子多分いい子だもん。まあ後半あの台打つ、あの台打つ、あれ多分大丈夫、いい子。やる気ある台。やる気あるね。あ、そう、うん、私徐々にやる気出てきたみたい。あの子本当ハマリッキーなくなった。うん、ちょっとそこ微妙なところだけど、まあ、まあ徐々にちょっとあれ思わせぶりな態度取ってくれなかったから。あ、思わせぶり子ちゃんじゃないのそれ。大丈夫、わかんないけど、ちょっとイケメンにありがちな思わせぶりが来てんでイケメンにありがちな、ちょっとその結果どうなるかが楽しみだよ ね。後半は後半こうご期待。そう、こうご期待です。続いてるかどうか。今の感じだと前半戦も見た方は多分もう、あ、負けたね今回って多分思ってる。で、思ってるよね、うん、特に私の3万ハマリキンのせいで。そうそう、でも一筋の光がこうね、そう刺してる感じ。ちょっと告白してみようかなと。マジで何なのそれ誰に告白するの。しかもえ、あの子、あの台、ああ好きですちょいちょいね愛情表現してるんだけど気づいてくれない。分かった、私もいきなり戻って速攻行くわ。ちょっと抱きしめてみようかなと思ったの。痛い子だからやめよう。痛いからやめよう。それ隣両隣一人とかやめとこうかやっぱやめとこう。 いなくなったらやるかもしれない。そうだね。てなわけで次週もお楽しみに。せーの、ロックオン。痛い3、1、ロー勢いがないよ今の私みたいな。足上げないといけない多分。